兵庫県小野市にある鴨池というところに来ています。なんとこの湖というか池ですね、この池ボート屋さんが50年以上前からあったという、あのレンタルボート好きの俺でも全く知らなかったと。そういえば過去なんか何十年も前に鴨池っていう釣り場がどっかの雑誌で紹介されてたかなぐらいの記憶なんですけど、その鴨池、あんまりメジャーじゃないんですけれども、しかも大きさもとても小さいです。関東で言えば小蛇ヶ池よりも小さいかなという感じで、珍しく素敵にアクアティックベジテーション来たぜと。スイレンですよ。ハスじゃなくて、あのレンコンじゃなくてスイレンの方ですね。まあ各こうポケットに生えてるという和む釣り場に来ました。で、釣果の方はですね、よくわからないです。あの難しいっていう人間もいれば、大きいのもいますよっていう人間もいればぐらいの感じですかね。爆釣っていうほどではないと思うんですけれども、まあそんな中で、餌はブルーギルみたいです。まあザリガニもちょっといるっていう話だし、まあエビもいるでしょうし、でも水面見る限りコペイトはあんまりいないかな、よくわかんないなっていう状態ですね。ですので、まあレンタルの釣りなんですけれども、池の釣りですね。だから俺にはあんまりあの得意じゃない分野なんですけれども、まあこのパッド群を見るとですね、やっぱりちょっとやりたいなっていう気になるということで、普通の俺のゲームでやってみます。まあアベレージサイズがそんな大きくないかもしれなくて釣れないかもしれないですけれども、もしかしたらすごいのが主がバクッと来るかもしれないということで、今回は鴨池のゲームを皆さんにお見せします。ゴーフォーイットゲーム171、6月のバスポンド兵庫県鴨池、2日間のゲーム長考1日目。その歴史は古く、ベジテーションが豊か、60クラスの実績もあるという魅惑のスポット。小規模フィールドながらレンタルボート店が2軒あり、エレクトリックモーターも使用できる。なお野鳥保護のため10月1日より3月末までは禁漁。ゴルフ場が隣接し、ボールが飛んでくる恐れがあるため、ブイより奥への侵入禁止。おはようございます。デイワンです。なんと、鴨池、パッドだらけ。まあ、だらけってほどでもないけど、パッドのレイクですね。で、あと、普通に沖にウィードっていう感じはあんまり見当たらないんだけど、あるのかもしれないし、よくわかんないんですけど、今日は、天気予報は曇り、最高気温27度ぐらいで、朝の放射冷却は入ってないです。ってことは何をやりたいかっていうと、トップ、まずはあの小さい池なんで、トップをいろいろ使って果たしてそういう反応が出るかどうかをまず見たいと。朝でジョイント負荷ニューバージョンですね。色もついてます。これはコガです。コガといえば鴨池、コガモ池ってやつですね。まあフカベイトなんで、ふかふかと波紋を立てながらゆっくりめですよ。だからこれはあのスローに追わして、下からゆっくり出してきてポコッと食わせる。まあ、 あの来ればでかいですよ。そして、ポッパー系、これはあのニューバージョンのタフバグですね。赤ガエルカラー、
ノリーズはですねこのプリントカラーをちょっと取り入れてみてあの初なんだけど俺的にはでもちょっと面白いなと思って、これはどっちかっていうとかなり縦に浮きます。ポコンってやった時に下に一回潜ってポチョンポチョンっていう、だから全然移動をなくして、でこれどういうことかっていうと深いところからでもゆっくり上がれる、すると魚がじれないと出てこないような時でも食うというコンセプトで、でもう一個は当然パッドなんで、チビエビガエル、まあこのハスじゃなくてスイレンがどれぐらいのプロテクションがあってどういう、でも茎が出てるわけでもないし葉っぱもそんな厚くないんで、このチビエビでいいと思うんですよ。これだとこう入れて、まあなかなか隙間には入んないけど、こうちょこちょこっとやって このエッジに出してきてからのこっからのアクションでボンと出すイメージはね。そしてもうトップしかつけてないからね、トップばっかり。バズベート、これはボル2です。ボル系の2、もうこれはもうどこでもかしこもっていう、もうとにかく直引きでジョボジョボと、ちょうどアフターの時期の追い始めのバスって結構この好きなんですよ、バズベート。しかもここそんな水も濁ってないし、とりあえずちょっとボル2でまだまだ出ますよ、ピンスポット用ウェイクプロップ、これもだからなんかの障害物、まあパッドのエッジですよね。基本はもうちょぽんちょぽんとちょっと潜らしたりしてちょっと待って出してくる。多分直引きのはどうなんだろうなっていう、バズで良ければこの直引きを対応しますけど、ちょっとやってみてから、まあ多分このトゥイッチの方の使い方でジョボンと出すっていう。そしてもう一個、そんなにトップばっかり結んでどうすんだ。いや、やりたいことはやる。最後のビッグフィッシュ、ギルネストがまだ残ってればありえる、ギルトップですね。これはもう基本はもうボコッと入れて、強いですからこれちょっとステイ、ステイっていう、でもしくはちっちゃくちょっぷんちょっぷん首を振らしながら、この二通りの使い方ですね。基本は何本出したんだ本当にトップっていうぐらいのトップスタートで、ワームは結んでないし、まだ巻物も結んでないです。ということで一周するのにすぐですから、30分で一周できちゃうって感じかな。まあ釣りながら行って1時間半ぐらいですかね、2時間ぐらいかな、で一周、それ1日3周とかね、そういう規模です。田辺則夫の初鴨池長考、松尾ボート前よりゲームをスタートする。まあまずは追いがあるのかないのか、追いがあるのかないのかっていうか、魚の状態が、でもこう見渡す限りベイトっ気は何もない。あのちっちゃい葉っぱがね結構大変そう。これほらね、やっぱりそうだ、一撃で絡んでくる。
避けて投げないとダメだな。そんなに簡単じゃない感じですね。どう見ても深ベイト。驚くべきことは、昨日あの実景撮りで来た時にボート屋さんの釣果を、釣果情報みたいなノートを見せてもらったんですけど、まあ大変ですよ、釣るの40アップはとにかく雰囲気見てると。でも 95% というかそんくらいワーム、そこがね物語ってますよ。そこまでベイトを覆う湖じゃないっていう池自体が、だからスローな感じのエビとかそういう感じなのかなっていう。とっても気になるのは、普通パッドがあるとプチプチ音がして舌についた虫とかをギルが食べるんだけど、まず虫がいない、ギルがこういうとこにいない。結構そういう湖というか池なのっていう。パッド系じゃないってことなのかな。このルアーも結構ポストスポーンのヨレヨレのアフターのバスがムワって来てパクって食うタイプのルアーなんで、こういうトゥイッチの使い方でね。この岸辺がよく見えるじゃない。泳いでないんだよね何も。まあ、ギルネストっぽい感じもしないでもないんだけども、いないよねギルが。この間まであったみたいっていう話なんだけど。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。